空気があるのか。おい、誰かいるか。いたら返事をしろ。フリッツ。懐かしい名だが、その名はもはや過去のもの。そうだろ、ブレード。生きていたのか。死なんよ、そう簡単にはな。死ぬのは貴様の方だ、裏切り者ブレード。アキ、生存者が見つかったのか。ええ、でも変なの。変？何が？相手はどうやら D ボーイを知っているみたい。だけどこれって、あの通信はお前の仕業か。ああ、貴様にここまで来てもらうためのな。そして貴様を倒すためのな。だが、テックセンター、テッカマンだが、ブレードよ、あえて直さなかったこの傷の恨み、今日こそ晴らさせてもらうぞ。テックセンター。何？戦ってたあのテッカマン、なんだって、生きていたのか奴が。なんだ、かかったなブレード。残念だったなブレード。ここは今テックシステムを無力化する干渉スペクトルで満たされている。貴様がテックセットしようとしても発生したエネルギーは拡散し、己を傷つけるばかりよ。そんな貴様に残された道は死あるのみ。楽に死ねるとは思うなよ、裏切り者よ。D ボーイ。無線がつながっているところを見ると、 D ボーイのやつ、テッカマンに変身できなかったんだな。そんな、どうして。さあな、俺にわかるかよ。どこ行く。決まってるでしょ、 D ボーイのところよ。頭を冷やせアキ、お前が行ってどうなる。だけど、だからって。今言って俺たちにできることなんてない。事実を認めろアキ、そして探すんだ、俺たちにできることを。地球を、 D ボーイを守るために。逃げろ逃げろ、どこまでも逃げるがいい。あれがある限りテックセットできないのか。無事だったのね、D ボーイ。全て罠だったんだ。俺はテックセット
できない。そんな、どうして？干渉スペクトルとかいう特殊な光のせいらしい。じゃあ D ボーイ、逃げてこい。いや、俺はここに残る。ノアル、そっちは発進して脱出してくれ。そんな、 D ボーイ、どうする気だ。なんとかして外へ出る。外ならテックセットできるはずだ。無理するな、一度引け。テックセットさえできればなんとかなる。俺は、離せ。貴様を逃したおかげで俺は役立たず呼ばわりよ。この恨み、じっくりと晴らしてやるぞ。Dボーイ、Dボーイ、アキ、発進するぞ。ノアル、外に出りゃなんとかなるって言うんだ。出してやろうじゃないか。レーザーで外壁に穴を開ける。アキ、Dボーイの居場所をモニターしてくれ。ラサ、ったく、生身の体でラダム相手だ。デンジャラスなやつだぜ。行くぞ。どうしたブレード、もうおしまいか。ならば死ねえ。チーフ、ブルーアース号からエマージェンシーコール。救助信号は罠。 D ボーイのサポートに入るそうです。え、なんだと。ちょっとどうしちゃったっていうのよ。ここもダメか。外ならばテックセットできると思っているだろう。だがその時こそ貴様の最後よ。